こんにちは、うぷ主です。今日は JR 釧路駅に来ています。釧路駅というと今年の春の特急大空号編でも出ましたが、撮影順ではむしろこちらの方が先だったりしますね。詳しくはまた後ほど。釧路は湿原や摩周湖など豊かな自然が広がる一方で、沿岸部は釧路港を中心に工業地帯も構えられ、古くから道東エリアの中心として機能してきました。以前の動画ではここから特急に乗って札幌まで行きましたが、今回は逆にここからさらに東に進み、北海道最東端の町、根室に行こうと思います。乗車するのは当駅11時12分発の快速根室駅。この区間の快速列車にはいくつか愛称が付けられており、ノサップ以外にも花咲という名前の快速もいます。今回使うのは毎度おなじみ青春18切符、言わずと知れた JR の普通、快速列車が乗り放題になる代物で、つい先ほど緑の窓口で買った新品未使用のものです。早速共有口のハンコをしてもらいましたが、この18切符に見覚えのある方は、そっとよくこのチャンネルの動画を見てくれてる方だと思います。いやはや、ありがたい限りです。釧路駅の2番ホームには湿原の鐘というのがありますが、これはこの駅から出る SL 冬の湿原号に合わせて設置され、かつての操車場の鐘を再現しています。奥には大空号編で乗ったプハ283系がいますが、当時騒がれた定期運用からの離脱は大空号での話であって、その後の情報で赤国本線に入ることが決まったそうです。ですが代わりにプハ183系という車両が引退するそうなので、こちらも早いところ乗り収めたいですね。ちなみにこの車両も過去動画で一度だけ出てきましたが、何編のどこかまで当てたらちょっとビビるレベルかもしれません。それはさておきこちらがこれから乗る快速列車、車両は5日の宗谷本線で3区間乗り回したプハ54です。そういえばあの動画ももうすぐ2年になるんだな。乗車前に先に時刻表を見ておくと、根室本線の札幌方面と根室方面に全網本線の網走方面、特急を除けば3方向どれも平均2時間に1本ペースでしょうか。外も寒いのでそそくさと乗り込んでみると、18切符シーズンなのもあって窓側の席は埋まっていますね。にしても1日数本しかない快速なんですから、せめてもう1両繋いでちゃんと列車にしてほしかったです。はい出発、ローカル線のワンマン列車は大抵光面展望がフリーなので、寒いのを我慢しつつ後ろの景色を眺めてみます。早速プハ283系の有志を収めんとする同業者集団が見えましたが、明日は我が身ですね。釧路の街を赤く釧路川を越えて、この列車も本格的に根室までの道を進み始めたところで、早速この路線の紹介をば、根室本線は北海道の滝川駅から根室駅までを結ぶ、全長約450キロの路線です。北陸新幹線の東京神奈川間とほぼ同じ距離ですね。1921年の全通移行札幌と道東を結ぶ大幹線として、長らく多くの優等列車や貨物が往来していましたが、1981年に石勝線が開業し、ほとんどの優等列車がそちらを経由するようになったことで、新徳を境に東西で経路が異なる路線となりました。新徳伊東は今でも道東の主要路線を張っているのに対して、伊勢は2016年の豪雨災害の影響が大きいとはいえ、もはやいつ廃線になってもおかしくない区間さえある始末です。そんな根室本線の実情については過去動画をご覧いただくとして、今乗ってる根室本線の末端区間には、それとは別に花咲線という愛称も付けられています。愛称の設定以降駅の案内や車内放送でも花咲線と呼ばれ、この区間を根室本線とみなすことは減った気がしますね。私もこの動画内では花咲線で揃えることにします。ここは東釧路駅、この駅からは専門本線が分岐し、有料と監獄の町、網走まで至ります。釧路と網走を結ぶから専門本線ってことですね。沿線は釧路湿原やオホーツク海沿岸部などを走り、季節によって様々な車窓を見せることで知られています。廃線競技の議題に上がる前に乗りに行きたいな。この陸橋をくぐったところで専門本線と分かれ、それぞれ網走、根室という別々の終着駅を目指します。ちなみにこの両路線、全線走破する列車が極端に少なく、どちらも1日5往復程度しかありません。これが JR 北海道というものです。北駅目の武佐駅を出てしばらく経ったところで、花咲線は釧路市から釧路町に足を踏み入れます。言ってる意味がわからない方もいるかと思いますが、この辺りは釧路市と釧路町という、同じ名前の異なる自治体が隣接しているのです。当時の北海道は市政ではなく区政を導入しており、区政施行するには面積に対する市街地の比率、言い換えれば人口密度を上げる必要がありました。人口密度を上げる方法は人口を増やすか土地を減らすか、一番手っ取り早いのは校舎の手段なので、1920年までは同じ一つの釧路町だったところを、釧路町東部の人口が少ない地域を釧路村として切り捨て、1920年に無事釧路区となりました。その後の市政施行で釧路区は釧路市に、町村合併で釧路村は釧路町となり今に至ります。ちなみにこの町の切り離しの際に、釧路町と北海道庁が村に黙って進めてしまったということで、今でも釧路市と釧路町とで確執があるとかないとか、この辺りは別府川沿いに線路が敷かれているため、細々としたカーブが連続します。設定上の花咲線の最高速度は時速85キロ程度と、この手のローカル線にしてはまあまあな数字ですが、この辺りではせいぜい50キロ、よくて60キロとかそこらですね。なので釧路根室間の所要時間を車と比べるとご覧の通り、しかも鉄道は区間内最速の便でこれなので、カーブの多さがいかに足引っ張っているかがわかるでしょう。鉄道の利点といえば速達性、定時性、大量輸送ですが、速達性は車に劣り大量輸送ももはやする必要がなく、唯一残った定時性もそもそも本数があれなので、花咲線の行く末もなかなかに危うそうですね。というわけで別府駅に到着、アイム語で小川という意味の別府が由来で、日本で唯一読みが語で終わる駅だったりします。
次の停車駅の上小幌駅は、東釧路駅以外の上下の行き違いが可能な駅です。と言っても今のダイヤだと行き違いは深夜に一度だけで、正直ないならないであまり困らなそうですね。かつて流等種別が多く行き交っていた時代には、全列車がここで行き違うくらいにはフル活用してたのでしょうか。はい出発、そういえば今乗ってる快速のサップ、快速のくせしてここまで全く通過していませんでしたが、ここからは少しずつ通過する駅も増えていきます。この快速のサップはもともと同じ愛称の準急列車が起源で、その後急行に格上げされた後快速に落とされた歴史があります。もともとは上下に往復体制でしたが、うち1往復が花咲に愛称が変わり、さらにダイヤ改正でのサップの上り便が廃止されたことで、現在は花咲1往復、のサップ 0.5 往復となっていますね。そんなこんなでしばらく林の中を走っていると、ここでおもむろに右側の車窓が晴れて、一面に厚岸湾の水面が広がります。三方を陸に囲まれた天然の良港で、サンマや鮭、マスなどの沿岸漁業や、あとは牡蠣をはじめとした養殖業も盛んですね。特に牡蠣はこの先にある厚岸駅でも、地元の牡蠣を使った牡蠣飯弁当が名物となっており、多くの旅人が毎年舌鼓を打つそうです。というわけでそんな厚岸駅に到着、花咲線の途中駅では唯一の緑の窓口付き有人駅でもあります。そんな駅なので当然上下の行き違いも可能で、さらに一部の列車は当駅で釧路方面に折り返すこととなっており、上りの一番列車も当駅始発ですね。乗客は乗り通し目当ての18キッパーばかりかと思いきや、意外にここで降りる人もぼちぼちいましたね。地元の方でしょうか。はい出発、本当は降りてかき飯弁当を買ってみたかったですが、今回の私の目的の一つは花咲線の乗り通し、駅弁は諦め先に進みます。ですが後で知ったのですが、このかき飯弁当、あらかじめ近くの弁当業者に電話で予約をしておけば、駅のホームまで届けるというサービスをやっていたそうです。この時の私に、教えてやりたい。それはさておき厚岸駅を出てしばらくすると、進行方向右手に再び水面が現れます。先ほどの厚岸湾と違いこちらは厚岸湖という湖ですが、塩分濃度が高く漁業法上でも海として扱われています。牡蠣の養殖が盛んなのはむしろこちらの方で、湖の中には牡蠣の殻が積もってできた島があるそうです。アイヌの方も天然の牡蠣を食べては殻を捨ててたんでしょうか。さて、ここで花咲線のもう一つの名物、エゾシカによる線路の直前横断が発生しました。今回はずっと車両最後尾にいたので、エゾシカが進路妨害をする様子を直接は見れませんでしたが、車窓にはしょっちゅうエゾシカの姿が横切りました。なんならもう奥に2頭いるのが見えますね。現在通過中の駅は糸魚川駅、先ほどの厚岸駅の一つ隣の駅ですが、撮影日の数日後に廃駅となり路線図から消えました。このチャンネルで初めて投稿した鉄道旅の動画が、宗谷本線の廃駅直前の駅を巡る動画だったので、去りゆく後ろ姿になんとなく哀恋の情が湧いてきそうです。ちなみにこの列車は通過するので取れませんでしたが、帰りの列車は糸魚川駅にちゃんと止まるものだったので、今はもう見れない運賃料を納めておきました。ついでに記念にと整理券も頂戴しましたが、ここから乗り込むわけでもないのに整理券を取るな、と、運転手さんに注意されてしまいました。今までそういった指摘をされたことはありませんでしたが、まあ確かに不正乗車を疑われかねない行為ですし、次からは事情を話した上で許可をもらってから取るようにします。そんなこんなで茶内駅を発車、花咲線のちょうど中間地点くらいの駅で、ここに来てついに対向列車とすれ違いました。あちらは根室を11時過ぎに出た快速花咲で、こちらと違い車両がきちんと列をなしています。っていうかなんで1日2本しかない下りの快速が1両なんだよくそ。ちなみに茶内駅からはかつては浜中町営軌道というのが、町内の方々にその期間の狭い線路を伸ばしていました。かつての北海道にはこの手の町営軌道が多く存在し、開拓や酪農の手助けとなっていましたが、時代が進むにつれことごとく消えていってしまいましたね。そんな浜中町の名を冠する浜中駅には、駅名標の隣にルパン三世のプラカードが立てられていますが、これはルパン三世の作者であるモンキーパンチ、元井加藤和彦先生がこの町出身だからですね。高校まではこの町の学校に通っていたそうです。そんな縁もあってか花咲線のキハ54の中には、ルパン三世のラッピングを施された編成も存在するそうですが、残念ながら見つけることはできませんでした。もしかしたら専門本線の方にも出張ってるのかもですね。駅を一つ飛ばしてたどり着いたのはアットコ駅。ここでは地元の方らしき人が数名降りていきました。今ではホーム一面に線路一線のしょっぱい駅ですが、かつては市別線のアットコ支線に明治乳業の線路も敷かれており、電車台も構えられたなかなか大きな駅でした。市別線は市別茶から根室市別までを結ぶ本線と、途中中市別からアットコに分岐する支線とがあり、1933年から89年まで存在していました。木材や鉱石の運び出しのために建設され、最盛期は多くの植民鉄道が分岐していましたが、道路網の整備と沿線人口の減少によって利用者が激減し、国鉄から JR に転換される時期に廃線、という、北海道の赤字路線にありがちな顛末をたどっています。今の JR 北海道でヤバい路線といえば、根室本線の新徳富良野間と留萌本線、それと北海道新幹線に並行する函館本線でしょうが、花咲線だって黄色信号はとっくに出ています。
このまま収支が悪くなる一方なら黄色信号も赤くなり、最終的に明かりすら落ちるかもしれません。死別線のようにはならないでほしいところですね。この辺りから本格的にエゾシカの個体数も増えてくるので、その都度減速したり笛をかき鳴らしたりします。JR 北海道全体での線路内のシカ立ち入りは年間だいたい2500件程度で、そのうち約300件がこの花咲線での事案です。花咲線の総延長は JR 北海道全体の約 5% ほどなのにもかかわらず、シカ被害の件数は全体の約 15% にも上るので、この区間のシカの密度の高さがわかりますね。いや、鹿の密度の高さってなんだよ。走行してるうちに何度目かの海原が見えてきましたが、ここは落石駅近くの海岸です。見渡す限りの大自然が広がりますが、その一方で戦時中は軍事的な役割も持った場所で、近くには陶器家という小さな城塞の跡が残されています。アメリカ兵の上陸を阻止するために作られましたが、今となってはロシア兵の楽そうな城塞ではないでしょうか。撮影日基準ならなおさらです。というわけで落石駅を出発、上下の列車の行き違いができる最後の駅で、この快速のサップの最後の途中停車駅でもあります。ちなみにのサップと花咲では若干停車駅が異なり、のサップは根室寄りに通過駅が多くなっているのに対して、花咲は釧路寄りの駅をすっ飛ばしていきますね。現在通過中の駅は昆布森駅、由来はアイヌ語で昆布のエリエを意味するコムプモイです。この駅で大盛りの昆布を食べるのが巷で流行ってるらしく、私もおやつに買って記念撮影してきました。大盛りとは程遠いようではありますがね。この先西和田駅と東根室駅の間には、2016年まで花咲駅という駅がありました。路線名の花咲線はこの廃駅由来です。もともとは岬を花咲に見立てた花咲という地名だったところを、ポジティブなイメージの花咲という字が当てがわれました。まあ廃駅となった今はペンペン草しか生えてませんが、現在通過中の東根室駅を過ぎれば、次は花咲線の終点根室駅、根室市の中心にも随分近づいてきましたね。根室市は日本一東にある自治体で、そんな根室市を走る花咲線も日本一東を走る路線です。なら日本一東の駅は日本一東の路線の終着駅かと思いきや、実は日本一東の駅は先ほどの東根室駅なんですよね。ここについてはまた後ほど、本格的に市街地に入り建物も増えてきたところで、いよいよ終点の根室駅が迫ってきました。車内も少しドタバタと賑わい始めてきましたね。今でこそここ根室駅が日本最東端の終着駅ですが、かつてはここから根室港まで至る根室港線が伸びていましたし、さらに昭和初期の頃は根室拓殖鉄道という民間の路線があり、ここの終着駅歯舞駅が日本の鉄道史上の真の最東端でした。というわけで2時間の旅路を経て終着根室駅に到着。後ろから乗ってた他の18キッパーたちも降りてきたので、1日6回しかない駅の営みもいつもよりせわしないですね。近くに日本最東端の有人駅を記す看板がありますが、そういえばこないだ大村線編で最西端の佐世保駅に行きましたね。まあそこは JR 最西端というのが正しいですが、サムネ用の角度で車両をパシャリ、今では一面一線のシンプルな駅ですが、港までの貨物船が現役バリバリで使われてた時代は、もっと広くて線路も奥まで続いてたんですかね。18切符を駅員さんに見せて改札の外に出ると、すぐ頭上に根室駅の分かりやすい時刻表が掲げられていました。いやほんと、呆れるくらい分かりやすいですね。さて、普段なら終点まで乗ってはい終わりってのが多いですが、今回はもうしばらく続きます。今回のもう一つの目的はのサップ岬に行くこと。ここが北海道で最東端の岬にして、民間人が立ち入れる日本最東端の地でもあります。ここから岬までは20キロ以上離れているので、根室交通ののサップ岬行きの路線バスに乗り込みます。さっきの車内にいたメンツもちらほらいましたね。はい、出発。終点ののサップ岬までは約45分。暖房の効いた車内で揺られていると眠くなってきますが、本題の花咲線は終わってますし、のんびりしましょうか。ちなみに今走っているのは道道35号線という道路で、先日の根室拓殖鉄道もこの道路に近い経路だったそうな。風車はともかく当時もこんな車窓だったんですかね。そんなこんなでのサップ岬に到着。気温自体はそうでもないですが、風が凄まじいですね。今乗ってきたバスが1時間後の帰りのバスになるので、それまでふらふら探索するとしましょう。バス停を出てすぐ右手に北方領土資料館があり、北方領土の歴史から生き物の発生まで展示されています。かわいい。それはそうと、こちらが日本最東端の地から眺める海の景色です。水平線の向こうにうっすら陸地が見えますが、そこはもう日本ではなくロシア領です。北方領土問題云々はありますが、ここでは民間人が立ち入れないという意味でロシア領としますね。ところで日本最北の自治体、稚内市には、こことよく似た名前ののしゃっぷ岬というのがありますが、直線距離で400キロくらい離れてるので気をつけてくださいね。そこから少し歩いてやってきたのはのさっぷ岬灯台、本土最東端にして北海道最初の灯台です。中には入れませんが裏側に回り込むことはできるので、立ち入り禁止区域に入らないように慎重に進むと、紺碧の波涛がゴーゴーとうなる様子が見られます。まさに日本の果てって感じですね。にしても本当に寒いこと寒いこと、それでも本当に冷え込む日は流氷が流れ着くこともあるので、現地の方から言わせればむしろ暖冬の部類だそうですけど、本州の温室育ちには答えますね。お土産も買ってきて根室駅に戻ってきましたが、帰りの列車はこの駅から乗りません。停車中のタクシーを捕まえて最後の目的地に向かうとします。ちなみにお土産ってのはカフェオレと死ぬほど合わないこれです。
思いのほか多くて結局2日後までかじってましたね。というわけでやってきたのは東根室駅。先ほど快速のサップの車内でも話した日本最東端の駅です。最後にちょっとだけこの駅を見ていきましょうか。この駅は1961年に新設された駅で、当時から板張りホーム一面だけのシンプルな駅でした。周囲には住宅街が広がるので、おそらくこの辺りの住民のために作られたんでしょうが、実際この駅に来るのは日本最東端の肩書きに釣られてやってきた、私のような鉄オタばかりでしょうね。時刻表と運賃表はこんな感じ。なぜか下りより上りのが本数が多いんですけど、根室方面よりも釧路方面のが需要あるということでしょうか。そしてこれが日本最東端の駅のしるべ。写真なり映像なりで見たことある方も多いのでは。駅名標は至って普通な JR 北海道仕様のものですが、かつてのお隣さんが板で伏せられてる様子もないので、花咲駅廃止後に新たに作られたものなのでしょう。吹きさらしの屋外で強風に煽られながら待つこと約10分、帰りの釧路行き普通列車がやってきました。さっきの快速と違い生駅にも2両繋いで嫌がりますね。北海道のワンマン列車は先頭のドアからしか乗車できないので、そそくさと回り込み整理券を引っこ抜いて中に入ります。暖かい空気が染み渡りますね。そんなこんなで今回は花咲線元井根室本線をはじめ日本最東端ずくめの動画をお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。2022年最後を締めくくる動画で、思う存分日本の果てを満喫できたところで、縁も竹縄、お開きといたしましょう。というわけで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。では良いお年を。